重い断絶の決着は、今も見えにくい。なんで俺がお前を養わねばならないんだ。売れない作家を前に、あるいは不良者の家族が、怒鳴る。独裁性を重視する限りは、創作が利益に変わる、それはない。ゴッホも結局は家族へのすねかじりを続けて、結局。貧困か、あるいは反面教師、それでしかないのかもしれない。その先は死。それを理解しつつも、その言葉はなんだか、悲痛だ。理不尽なのは、どっちだろう。売れない絵を描いてる奴が悪い、のだろうか。その結果として、家族からも捨てられ、地獄に陥るそれは、道理というものだろうか。誰かが妨害しているんだ。あるいは事実にせよ、独裁性にこだわる限りは売れない。自分には夢があるんだ。しかしそれに対してなぜ、家族が援助せねばならないのか。それでも。